皆さんこんにちは。今日はここ明治神宮野球場からスワローズ対タイガースの試合を解説に栗山秀樹さん、そしてもうお一方大塚浩二さん、実況担当は私節丸雄一でお伝えしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まもなく試合開始です。多彩な変化球と制球力で三振の山を築け、グライシンガー。盗塁王奪還へ、さらに加速する赤い彗星、赤星憲広。攻撃に入ります。タイガーストップバッターは赤星。セカンド抜けます。シングルヒット、パンチ力抜群、安定した打力が魅力だ、関本健太郎。バッターきっちり仕事して塁に出ました。いきなりのチャンスですけど、しっかりものにしたいですね。見逃してストライク、ワンストライク。低め変化球、これはボールとはっきり分かる球です。1回の表、ワンストライク、ワンボール、0対0、ランナーを進めます。一塁へ、アウトを一つ取りました。つないで返して、猛虎打線のキーマンシーツ。打った、打球はサードへ、ランナーホームに突っ込む、ホームへ、微妙なタイミング、タッチアウト。ランナー一塁に変わっています。矢のような返球でホームインを阻止しました。その存在感が勝利を呼び込む、不動の4番金本智明。先制のランナーが塁に出ています。当たり前ですけど、ここで先手取って主導権握っておきたいですよね。相手に楽にやらせないためには、ここで何としても一本欲しいですね。低め落ちる球、これは大きく外れています。1回の表、0対0、バッターは今日4番に入っている金本。打った、打球はショートへ、一塁送球。1回の表、この回のタイガースランナーを1人残し無得点に終わっています。つながりが悪いですよね。ちょっともったいないと思いますよ。次のエースはもらった、杉山直久。シーズン200本安打を達成した神童、青木宣親。バッターボックスに入ります。トップの青木、初球を叩いた、セカンドへのゴロ、あー抜けた。先頭バッターが塁に出ました。最強の2番バッター、ここに見参、リグス。ピッチャー持ってる球種が多いですからね、なんで来るか気になりますよね。1回の裏、初球は何を投げてくるか、0対0。レフトはどうか、届いた、ホームラン。リグス選手、初球から狙っているのは思い切ったスイングですね。変化球を狙っていってもチリハマりました。これは文句ないんじゃないですか。今先制のホームランを放ったリグス、悠々とホームベースに向かいます。スワローズ、これで早くも2点のリードです。ダメ押しの一発を叩き込め、左の長距離砲ガイエル。
すでに2点差ですが、このまま波に乗っていくことができるのでしょうか。このリードで余裕が出てくると思うんですけど、それが心の隙にならないといいですよね。丁寧に行ってほしいと思います。いい当たり、打球はライトへ入りました。ホームラン、ガイエル、際どいところへの投球だったんですが、これを難なく打ち返し、見事な弾丸ライナーを放ちました。さあ、大観衆の声援を浴びながら、ゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。スワローズ追加点です。クレバーなバッティングが光るベネズエラの大砲ラミレス。真ん中低めいっぱい、見逃してストライク。さあ第2球投げた、カーブ、見逃してストライク。さあ早くも追い込んでいます。1回の裏、3点差。打った、打球はセカンドへ、一塁はワンダウンです。パワー満点の人間機関車、宮出隆司。平凡な当たり、セカンドへのゴロ、一塁はこれはアウト、これも打ち取った。チーム野球の体現者、宮本慎也。さあ第1球投げた、低め、これは外れてボール。第2球シュート、これは大きく外れています。ボールが先行しています。ノーストライク、ツーボール、3点差。さあ3球目投げた、際どいコース、この球も見ました。杉山、これはまずいことになってきました。さあ第4球、コントロールが定まりません。ニート力は一級品、野球学博士田中宏康。ここはきっちりと抑えなくてはいけないところです。これはセカンドへのゴロ、一塁送球。一回を終了してリグスツーランホームランで先制です。大きな一振りになりましたね。まずはこれで主導権を握れたと思うんで、すぐに失点しないようにってことだけを気をつけてほしいですよね。目覚めよ平成版バットの天才、今岡誠。さあ余裕をもらったフライシンガー、これでピッチングがどう変わるか。この回の攻撃は5番からの打順です。打席に入ります、今岡。これは見ました。さあ2球目投げた、アウトコースギリギリいっぱい。いいですね、今のコースなら簡単には打たれないと思いますよ。インコースへのまっすぐ、ここで1球外してきました。2ワン、カウント2エンド1、3点差。真ん中低め、これも外れてボール。2ツー、ノーアウト、ランナーなし。結果は空振り三振なんですけど、本当紙一重なんですよね。不屈の放物線アーティスト浜中治。一球目投げた、引っ張りに行った、レフトへ、ポール直撃、ホームラン。浜中、ポール直撃のアーチをかけました。際どいコースへのピッチングでしたが、しっかりついていっています。さあ大観衆の声援を浴びながら、ゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、これで点差を縮めました。
絶妙のバットコントロールで3割目指せ鳥谷敬。この1点は数字以上に意味がありますよね。特にベンチの盛り上げ効果はすごいと思いますよ。痛烈な当たり、ピッチャー強襲、ボールが手につかなかったのか、2者連続ヒットになりました。勝利に導く攻守の要、矢野明弘。一塁ランナー大きくリードを取ります。続けていい当たり、入りました。ツーランホームラン、矢野、ライトへの素晴らしいホームラン。甘く入った狙い球にチリ合わせてきました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。これで同点、試合が振り出しに戻りました。相手を追い詰めるには絶好の一打でしたね。タイガースこのままの勢いに乗って逆転まで行きたいところですよね。これは逃がした、ワンストライク。さあ2球目投げた、インコース、これは見逃し。さあ2球でバッターを追い込んだ。さあ勝負球、これはピッチャー強襲、これも続いて4連打。さあランナーを置いて迎えるのは1番赤星、左バッターボックスに入ります。ジャストミート、センターへ懸命に下がって、これはアウト、これで2アウト。2アウト、ランナー1塁、集中力を高めます。2番関本、低めギリギリいっぱい、いいですね。今のコースなら簡単には打たれないと思いますよ。ストレート外れています。ワンワン。さあ3球目、低め大きく外れてボール。2回の表、点差はありません。カウントワンツー、低め大きく外れてボール。ワンスリー、打席には今日2番に入っている関本。低め落ちる球、これは逃した。さあフルカウント、ランナー一塁、杉山、塁に出してしまいました。ツーアウト、ランナー二塁一塁、集中力を高めます。3番シーツ、最初の打席ヒットを放っています。うまく当てた、シングルヒット。バッターボックスには4番金本。さあ初球、いいコースに決まりました。これはいいところに来ましたね。ナイスボールです。2球目、すくい上げた、ライトへ。さあランナー3塁を蹴った、2人目もホームへ帰りました。ここでリードしました。金本、今日の初ヒットは均衡を破るタイムリー。ここで降板となりました今日の先発グライシンガー。苦しいピッチングでしたね。本人が一番悔しいんじゃないですか。あらゆる状況で投げ切る万能型投手、花田正人。外角低め、初球は外してきました。さあ2球目、内角、これは大きく外れています。2点差、ノーツー。アウトコースへのまっすぐ、3球連続で外してきました。ここは歩かせるつもりでしょうか。4球目、インコース寄りの落ちる球、見逃してストライク。カウント1エンド3、コースを狙いすぎたんでしょうか。2
ツーアウト、得点圏にランナーがいます。打席には6番浜中。これは見ました。ワンストライクノーボール。低め変化球外れています。カウントワンエンドワン。内角見逃してストライク。ツーストライクワンボール。第4球打った。一二塁間へのゴロ。タイガース追加点を入れました。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。ツーアウト満塁。バッターは7番鳥谷。外角これは大きく外れています。まずはボールが1つ。さあ2球目。これはピッチャー強襲。セカンドの横を抜ける。これは強肩。続いてホームへ。微妙なタイミング、タッチアウト。1球落としといて高めをついてきましたね。これは打ったバッターを踏めないといけませんね。ナイスバッティングでした。おや、先ほどのプレーでどこか痛めたのでしょうか。どうやら大丈夫のようです。プレー続行。2回の表を終了してタイガース、この回猛攻を見せ、つけた点差は4点。見事にリードを奪っています。勢いありますよね。でも序盤でこの点差なんで、このままいくとは考えにくいですよね。まあ流れで一歩リードっていうところでしょうね。全ては俺の手のひらの上に。戦う監督、古田敦也。杉山2回のマウンドに向かっています。スワローズバッターボックスには古田、8番からの打順です。ピッチャーまずはストライクを1つ取りました。ワンストライク。第2球真ん中への変化球見逃してストライク。ツーストライク。追い込んでいます。さあ さあランナーを置いて迎えるのは9番花田。威力抜群のストレートに加え、大きく曲がるスライダーも鉄筋です。2塁へ。これでダブルプレー完成。ランナーなしに変わっています。初球攻撃は強化が難しいですよね。ただ今回はもう少し慎重にいってもよかったかもしれませんね。さあバットを構えます。青木。インコース低め見逃してストライク。まずはストライクが1つ。ああ直撃です。大丈夫か。あっと立ち上がります。プレー続行。さあ2アウトランナー1塁。バッターボックスはリグス。最初の打席先制となるホームランを放っています。この球には手を出しません。ストライクを1つ取っています。2球目高めストレート。これは外れてボール。塁上は2006年盗塁王の青木。痛烈な当たり。打球はショートへ。これはアウト。2回の裏、この回のスワローズランナーを1人残し無得点に終わっています。つながりが悪いですよね。ちょっともったいないと思いますよ。先頭バッター矢野。アウトコース。初球は見てきました。ワンストライク。2球目投げた。これはショートへのゴロ。これはアウト。アウトを1つ取りました。バッターボックスは9番杉山。アウトコース低め。この球には手を出しません。まずはストライクが1つ。
第2球際どいコース、これは見ました。さあどんどんストライクを取りに来ます。平凡な当たり、サードへのゴロ、これはアウト、これも打ち取った。さあ打席には赤星、先ほどの打席センターへのフライに終わっています。いいコースに決まりました。いいですね、今のコースなら簡単には打たれないと思いますよ。さあ2球目投げた、当たりは今一つ、打球はショートへ、これはアウト。3回の表、この回のタイガース3人で攻撃を終わっています。いいですね、この回は完璧と言っていいと思いますよ。3回の裏、スワローズの攻撃はガイエル、3番からの高打順です。インコース見逃してストライク。さあ2球目投げた、今のはカーブですか、スライダーが指にかかったんですかね。さあ第3球、平凡の当たり、ショートへのゴロ、そして送球は先頭バッター塁に出ることができません。集中力を高めます、4番ラミレス。今のはカーブですか、スライダーじゃないですかね。今のボールは大塚さん、スライダーが指にかかったんですかね。第3球、際どいコース、これには対応できません。ツーストライクワンボール、タイガース流れが来ているようです。4点差、シュート、これはボールとはっきり分かる球です。ワンアウト。さあ5球目、今のボールは大塚さん、多分フォークだと思うんですけどね。バッターボックスにはラミです。うまく当てた、サードへのゴロ、抜けた、ワンバウンドヒット、さあランナーを置いて迎えるのは5番ニアで、右のバッターボックスに入ります。これはレフトへ、これはアウト。さあ2アウトになりました。バッターボックスは6番宮本、最初の打席フォアボールで出塁しています。これは外れてボール。真ん中低め、見逃してストライク、ワンワン。今のボールは栗山さん、スライダーじゃないですかね。4点差、2ストライク、ワンボール。さあ4球目、低め、これは外れてボール。バッターは今日6番に入っている宮本。ツーアウト、ランナー1塁、ランニです。打ち上げました、打球はセンターへ、センター掴んでアウト。3回の裏、この回のスワローズランナーを1人残し無得点に終わっています。つながりが悪いですよね、ちょっともったいないと思いますよ。4回の表、タイガースの攻撃は関本、2番からの打順です。ストレート、初球は外してきました。ノーストライク、ワンボール。2球目投げた、抜けていきます。先頭バッターが塁に出ました。さあランナーを置いて迎えるのは3番シーツ。真ん中高め、これは大きく外れています。ノーストライク、ワンボール。うまいバッティング、サードへのゴロ。シーツ3打数3安打猛打賞です。さあこの人のバットに期待がかかります。注目のバッターボックス、金本、これは見逃し、ワンストライク、ノーボール。
さあ2球目ストレート見逃してストライク、ツーナッシング。タイガースここまでリードしています。4点差。低め落ちる球外れています。ツーストライクワンボール。この後のバッターは今岡浜中と続いていきます。これは大きく外れています。ノーアウト、得点圏にランナーがいます。当たりが今一つ、ランナー三塁を蹴った、ホームへ送球、セカンドランナーホームイン。タイガース追加点を入れました。金本ここでタイムリーヒットを放ちました。追加点のチャンスです。今岡1球目初球ヒッティング、セカンドへのゴロ、ホームイン、三塁へ、これはセーフになります。タイガースさらに差を広げました。花田ストレートが甘く入ってしまいました。追加点のチャンスです。浜中初球外の変化球、これは見ました。ワンストライク。2球目さあゲッツーコース、まず二塁、そしてナイスフィールディングです。うまく引っ掛けさせましたね。分かってても手が出ちゃうコースですよ。かなり制球いいですね。タイガース依然ランナーは得点圏に。直球、この球には手を出しません。ストライクを一つ取っています。真ん中低め、これは大きく外れています。タイガースすでに2桁安打を記録しています。バットがよく振れてますよね。それがちゃんと結果にもつながってますよ。インコースへの変化球、これも外れてボール。ピッチャーは今日2番手の花田。フォーク、これは見逃し、カウント2エンド3。得点圏にランナーがいます。金本2アウト。コースを狙いすぎたんでしょうか。タイガース依然ランナーは得点圏に。さあ第1球低め、ボール球を振ってきた。直球、大きく外れてボール。ワンストライクワンボール。うまく当てた、ショートへのゴロ、余裕を持ってアウト。4回の表を終了してタイガース、この中盤で大量点差をつけています。全く手を緩める気配がないですね。何点あっても邪魔になりませんから、この調子でどんどん攻めてほしいですね。4回の裏、6点差、追いかけるスワローズ、先頭バッター田中。外角高め、まずは1球ストライクを取ってきました。ワンナッシング。低めいっぱい、この球には手を出しません。ツーナッシング。スワローズここまで5安打。いい当たりでしたが真正面、ワンダウンです。さあ集中力を高めます。古田、内角への落ちる球、この球には手を出しません。さあ2球目投げた、当たりは今一つ、三塁側のスタンドに入ります。これはピッチャーが1枚上でしたね。さあバットを構えます花田。最初の打席ダブルプレーに倒れています。低
めいっぱい。これは見逃し。2球目。いい当たり。しかしファールボール。さあ3球目。投げた。まっすぐ。ここで1球外してきました。2-1、6点差。さあ4球目。投げた。打った。伸びる伸びる。これで3アウト。4回を終了して杉山、この回見事なピッチングで三者凡退、相手打線を退けています。調子良さそうですよね。この後はこのペースでどこまでいけるかだと思います。せっかくなんで最後までお期待して見ていきたいと思います。5回の表タイガース大量リードしています。インコースへのまっすぐ、この球には手を出しません。ストライクを1つ取っています。第2球平凡の当たり、打球はファーストへ。ここも打ち取った。さあバッターボックスは赤星。セカンド抜けます。シングルヒット。さあランナーを置いて迎えるのは2番関本。これまでバッテリーの徹底した警戒網をかいくぐってきた塁上の赤星。さあ注目の場面です。外れています。6点差。第2球セカンド抜けます。微妙なタイミング、タッチアウト。これで2アウト。さあバッターボックスはシーツ。今日はヒットを3本放っています。打った。ショートへのゴロ。そして一塁は。5回の表この回のタイガース、ランナーを1人残し無得点に終わっています。つながりが悪いですよね。ちょっともったいないと思いますよ。5回の裏タイガース大量リードしています。先頭バッター青木、トップから始まります。インコース外れています。この人からなんとか逆転のきっかけを作っていきたいところですが、とにかくあんまり意識しないでバットを振ることだけを考えた方がいいと思うんですよね。ここまで来たらもう誰も文句を言わないと思いますし、いい球来たら思いっきり振るだけでいいと思います。打った。ピッチャー危ない。青木これで2打数の2安打。さあランナーを置いて迎えるのは2番リグス、右のバッターボックスに入ります。うまく当てた。シングルヒット。このチャンスにバッターボックスガイエル、うまく捉えた。セカンド抜けます。ホームイン。二塁へ。微妙なタイミング、タッチアウト。スワローズ追撃しています。スワローズ追撃しています。さあ畳みかける攻撃ができるか。バッターボックスには4番バッターラミレス。これはホームを狙う。スワローズ負けじと点を入れました。ストレートでしたね。ラミレス一番好きなところですよね。当然ですけど見逃さずに位置に入れて、さらに結果を残したのは評価できると思いますよ。ナイスバッティングでした。ここでピッチャーを変えてきます。タイガース、ボールの威力は抜群。キレのある変化球で打者を粉砕。ダーウィン。差は4点。これ以上は離されたくないところ。低め、これは見ました。4点差。
内角へのストレート、見逃してストライク、ツーナッシング。バットを構えます。今日5番に入っている宮城。ピッチャーはダーミー。高く上がった打球、センターへ。これはアウト。これでツーアウト。さあツーアウト、ランナー一塁、バッターは宮本。低め、これは見逃し。低めストレート、見逃してストライク。さあ3球目、ピッチャー危ない、シングルヒット。ここはどういう球に狙いを絞ってくるのでしょうか。バッターボックス田中、これは大きく外れています。ノーワン。インコースへのまっすぐ、この球には手を出しません。3球目、直球、見逃してストライク。カウント2エンド1。5回の裏、2ワン、4点差。打った。スタンドに入ります。バッターボックスは今日7番に入っている田中。外れています。2-2。ランナー1、2塁。6球目、アウトコースへのまっすぐ、これも外れてボール。フルカウント。さあ第7球、ショートへのゴロ、一塁送球。5回を終了してスワローズ点差を縮め追撃態勢に入りました。そうですね、あとは確実にランナーを返しておけば追いつける距離だと思いますよ。タイガース、この回の攻撃は4番からの好打順です。打席に入ります、金本。見逃してストライク。第2球、投げた、大きく外れてボール。6回の表、低め、この球も見ました。ピッチャーは花田。今日はまだ奪三振がありません。今のはフォークですか。多分フォークだと思うんですけどね。この後のバッターは今岡、浜中と続いていきます。打った、二遊間へのゴロ、一塁は。この回先頭バッターは倒れています。集中力を高めます。5番今岡、上げてきました。これは逃した、ワンナッシング。さあ第2球、投げた、内角、これは外れてボール。低めいっぱい、見逃してストライク。ツーストライクワンボール、4点差。内角高め、これは外れてボール。マウンド上花田、やや疲れが見え始めています。これはピッチャー返し、一塁は。早くもツーアウトになりました。ここでピッチャー交代のようです。揺れるボールで幻惑の投球を展開、吉川正弘。2006年はランナーが多いほど得点圏打率が上がっていた浜中、チャンスを逃さない勝負強さがあります。これは見逃し。6回の表、4点差。内角、これは逃した、ピッチャー有利なカウント。マウンド上吉川、外角低め、ここで1球外してきました。ツーアウト、ランナーなし。打球はショートを抜けた、これで4打数の3安打。さあランナーを置いて迎えるのは7番鳥谷、左バッターボックスに入ります。見逃してストライク、まずはストライクが1つ。第2球、低
めストレート、この球には手を出しません。ピッチャー有利なカウント。第3球、外の変化球、ここで1球外してきました。2-1、6回の表、2-1。4球目、最後は外の変化球。6回の表、この回のタイガースランナーを出しましたが無得点に終わっています。6回の裏、4点差追いかけるスワローズ、先頭バッター古田、レフトへ、これは取れません。古田、これで3打数の2安打。選手交代が今審判に告げられました。大学時代は4割を記録、バッティングセンスの塊、竹内真一。さあ初球、外のストレート、見逃してストライク、ストライクを一つ取っています。第2球、低めいっぱい、見逃してストライク、ツーナッシング、ツーナッシング、4点差。3球目、これはさあゲッツーコース、463のダブルプレー、これで2アウト。竹内、チャンスをものにすることができません。2アウト、ランナーはありません。打席には1番青木、平凡のあたり、ボールが手につきません。ボールが手につかなかったのか。さあランナーを置いて迎えるのは2番リグス、右のバッターボックスに入ります。さあ初球何で入ってくるでしょうか。審判回っていないの判定です。さあ第2球、これは見ました。ワンワン、6回の裏、ワンストライクワンボール、4点差。外角低め、見逃してストライク、ツーストライクワンボール、ランナー1塁、俊足の青木、ツーアウト。マウンド上迎えるのはダービー、ハーフスイング、判定、ここは回っていません。ライトへ、右に切れてファールボール。さあここはどんな配球で来るか。今のはカーブですか、スライダーが指にかかったんですかね。ランナーを警戒します。2アウト、ランナー1塁、バッターボックスは2番リグス。これは打球はショートへ、これはアウト。6回の裏、この回のスワローズランナーを1人残し無得点に終わっています。つながりが悪いですよね、ちょっともったいないと思いますよ。ここでリリーフ投入です。今日も剛腕がうなりを上げる高井雄平。高井、7回のマウンドに向かっています。これはピッチャー強襲、先頭バッターが塁に出ました。さあランナーを置いて迎えるのは9番ダービー、送ってきた、2球目アウトコース、わずかに外れてボール。3球目、送りバント、ここは確実に1塁へ送ります。ランナー2塁に変わっています。さあランナーを返すことができるか。
注目のバッターボックス、赤星打った、これはアウト、これも打ち取った。タイガース依然ランナーは得点圏に。外角初球は外してきました。まずはボールが一つ。さあ第2球打った、打球はセンターへ、これで3アウト。7回の表を終了して9対5、スワローズ負け越してはいますが、まだまだ射程圏内。ここからの巻き返しはあるのでしょうか。中軸からの好打順でラッキーセブンを迎えます。7回の裏、4点差、追いかけるスワローズ、バットを構えます。外野、3番からの高打順です。平凡な当たり、センターへ、これはアウト。アウトを1つ取りました。ワンアウト、ランナーはありません。打席には4番ラミです。これはヒットになった。ラミです。これで4打数の3安打。さあランナーを置いて迎えるのは5番宮部。低め、この球には手を出しません。平凡な当たり、打球は左中間へ、これはアウト。さあ2アウトになりました。2アウト、ランナー1塁、バットを構えます。6番宮本、外れています。2球目、うまく当てた、セカンドへのゴロ。打球はセカンドを抜けた、これはセーフになります。シングルヒット。さあランナーを返すことができるか。注目のバッターボックス、田中、これは見ました。さあ第2球、平凡の当たり、これで3アウト。7回の裏、この回のスワローズ2者残塁で無得点です。惜しいところまで来てるんですけどね、あと1本なんですね。タイガース、この回の攻撃は3番からの高打順です。打席に入りますシーツ、うまく当てた、レフトへ、レフトスタンドに飛び込んだ、ホームラン。シーツ、ストライクゾーンギリギリへのピッチングでした。しかし狙っていたかのようなバッティング、見事なホームランです。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいますタイガース。これで勝利をほぼ確実なものにしました。このタイミングでこの得点はすごく大きいですね。タイガース、これでかなり有利になったと思いますよ。外角低め、見逃してストライク、ワンナッシング。2球目、外角、この球にも手を出しません。ツーストライク、ノーボール。5点差、まっすぐ、大きく外れてボール、ノーアウト。アウトコース、これも見ました。バッターボックスには今日4番に入っている金本。打球はライトへ、これはいった、2者連続ホームラン。金本、2者連続となるホームランをライトスタンドに叩き込みました。大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきますタイガース。これで勝利をほぼ確実なものにしました。いいところで点が入りましたね。これはベンチも当然盛り上がりますよね。真ん中低め、見逃してストライク、
ちょっと点差が離れました両チーム。内角、これは大きく外れています。8回の表、内角、これは外れてボール。バッティングカウント、ランナーなし。うまく捉えた。打球はレフトへ。アウトを一つ取りました。ワンアウト、ランナーなし。バットを構えます。6番浜中、低め、見逃してストライク。2球目、低め、これは外れてボール。ワンワン。これはショートへのゴロ。一塁は、これはアウト。さあ、ツーアウトになりました。ツーアウト、ランナーはありません。バッターは7番鳥谷、先ほどの打席三振に倒れています。高め、これは見ました。ワンナッシー。さあ、第2球、低めストレート、この球にも手を出しません。ピッチャー有利なカウント。低め、外れています。カウント2エンド1。6点差。バッターは今日7番に入っている鳥谷。しっかりと抑えました。8回の表を終了して金本、終盤に入ってさらに突き放す一打です。これでもかっていう一撃でしたね。これはかなりのダメージになるんじゃないですかね。8回の裏、タイガース大量リードしています。先頭バッター古田、当たりは今一つ。レフトへ、これはアウト。これも打ち取った。選手交代が今審判に告げられました。俊足強肩の未来型キャッチャー、古田野球の後継者、米野智仁。いい当たり、打球はレフトへ。ですがファールボールです。低めストレート、大きく外れてボール。ワンストライクワンボール。さあ、3球目、直球、見逃してストライク。カウント2エンド1。2ストライク1ボール、6点差。ナックル、これは外れてボール。マウンド上ダービー、まだ疲れは見えません。低め変化球、これも外れてボール。2スリー、集中力を高めます。ライダー米野。バッター悔しそうにベンチへ戻ります。さあ、ツーアウト、ランナーはありません。バットを構えます青木、今日はヒットを3本放っています。ファースティング、判定、ここは回っていません。際どいところ、見逃してストライク。さあ、第3球、うまく当てた。ピッチャー強襲、二遊間を抜ける。さあ、ランナーを置いて迎えるのは2番リグス、右のバッターボックスに入ります。これもうまく当てた。ヒットになった。ランナーホームへ。ホーム送球、投げられない。まだ試合はわからない。タイムリーツーベースを打ってこのチャンスを生かしました。
加点のチャンスです。ここでバッターガイエル、さあ第1球、打球は二遊間へ、ホームへ、セカンドランナーホームイン。スワローズ土壇場での追撃です。アウトコースでしたね。今度は仕留めましたね。これは打ったバッターを止めないといけませんね。ナイスバッティングでした。ツーアウト、ランナー一塁、バットを構えます4番ラニです。見逃してストライク、2球目うまく捉えた、2塁間に合うか、8回を終了してスワローズ、ここへ来て点差は4点。しかし試合はすでに終盤です。 3,4 点差だったらひっくり返した例はいくらでもありますからね。まだまだわからないと言っても言い過ぎじゃないと思いますよ。選手交代が今審判に告げられました。至高の投球術、時を経てさらに際立つ高津慎吾。先頭バッター矢野、アウトコースへの変化球、この球には手を出しません。ランナースイング、インコースへの変化球、大きく外れてボール。際どいところ、わずかに外れてボール。バッティングカウント4点差、外角低め、これは外れてボール、ワンストライクスリーボール。打席には矢野、低めいっぱい、これは見逃し。さあフルカウント、ノーアウト、ランナーはありません。スイングアウト、とここで代打でしょうか。もう赤星2世とは呼ばせない、若虎レッド、赤松正人。当たりは今一つ、ショートへのゴロ、一塁へ、これはアウト。さあツーアウトになりました。さあ集中力を高めます赤星、今日はヒットを2本放っています。ピッチャー危ない、一塁送球、9回ピッチャー仕事をこなしたと言っていいでしょう。スワローズピッチャーの自分の仕事をきちんと果たしましたよね。ここで掴んだ流れをなんとか攻撃に生かしたいところですね。ここでピッチャー交代のようです。まあまずまずといったところでしょうね。役目を果たしたんじゃないでしょうか。サイドからの剛球で打者の度肝を抜く、佐々木原正史、直球、バッターよく選んでいます。さあスワローズ意地を見せることができるか。この回の攻撃は5番からの打順です。打席に入ります、宮城、うまく当てた。さあまずはワンアウト。さあバッターボックスには宮本、先ほどの打席ヒットを放っています。これは見逃し、外のストレート、これは外れてボール。9回の裏4点差、カウント1エンド1、大きく外れてボール、ランナーはありません。ワンアウト、打った、打球はサードへ、これはアウト、ツーアウトになりました。あと1人。さあツーアウト、ランナーはありません。打席には田中、内角高め、初球は外してきました。ノーバン、2球目、当たりは今一つ、内野へのフライになりました。試合終了。未だ熱気が冷めません。明治神宮野球場からデーゲームの模様をお伝えしてまいりました。タイガース
スワローズに勝利しています。タイガース勝つには勝ちましたが、ちょっと大味な試合になってしまいました。そうですね、でも最後まで点を取ってやろうという気持ちが負けてなかったから勝てたんだと思いますよ。そこが良かったと思いますよね。まあ勝てたっていうのは唯一収穫なんじゃないですかね。ベンチとしては納得しがたいゲームになったと思いますよ。今日の試合をハイライトで振り返ってまいります。1回の裏、先に仕掛けたのはスワローズ。ランナー1人を置いてバッターリグス、このホームランで見事に先制します。しかしこちらも負けてはいません。2回の表、タイガースランナー1人を置いてバッター矢野。チームの勢いを感じさせる見事な同点ホームラン。8回の表、タイガース流れは止まることなくバッター4番金本、見事なホームランで6点差。しかしこちらも負けてはいません。8回の裏、スワローズランナー1人を置いてバッターリグス。見事なタイムリーで5点差。しかし迎えた9回の裏、バッターは田中、対する今日3番手の梶木原。最後はきっちり打ち取ってゲームセット、タイガース見事勝利を手にしています。プロ野球ファンの皆さん、そろそろお別れの時間です。さようなら。